のというお店なんだけど、はい、どのようにして睡眠を楽しむカフェなんでしょうかという質問ね。はい、1、はい、ウォーターベッド、2、畳ベッド、3、ハンモック。なるほど、うん、その何で寝るかという、そう横たわれるかということですね、うん、これどう思います、リスナーの皆さん。これはもう答え一つでしょう。マヒカマノっていう名前にヒントがあるってことなんだとは思うんですけど、 あるようなないような。え、あ、そうなんだ、うん、まあでもなんかちょっと、うん、カフェで、うん、マヒカマノっていう名前の雰囲気的なもう完全に当て噛んでいきます、うん、いいですか。いいよ。じゃあ私は3番、うん、ハンモック。どうか、答えはどうかな、リサさんの3番ハンモック。やばい、来てるよこれ。すごいですよね、ちゃん今日冴えてるね。今日冴えてますね、私、まあ、こんなところで運使い果たすとね、あとが怖いわよね。やだ。ちなみにね、これね、ハンモックにね、揺れながら時間を過ごせるカフェで、もちろんオフコース、うたた寝も OK。素敵。でね、どういうお客さんが多いかというと、はい、若い女性のお客様が多いんだって。なぜならば、はい、さらにカフェメニューが野菜中心なんだって。おしゃれ。そうそう。だから女の子がね、多いと安心だよね。そうですね。なんかそんなところで読書とかしてみたいですもんね。うん、そうよね。じゃあなんか単純にね、うん、ウォーターベッドとかね、畳ベッドとかはね、幅を取るかなって思ったの。まあ、それはそうだよね。そうそうそう、一応商業スペースって東京時代家賃高いからさ。かなって思って。そう、やっぱりハンモックだよね。うん、そんな風な考え方。はい、わかります。おめでとうございます。イエーイ、やったよ。それではですね、はい、最終問題、第3問です。はい。この中で一番睡眠時間が短い生き物はどれでしょう、はい、1ライオン、2ネズミ、3番ピカコ。私動物みたいな。入ってますね。なんかこれだって噂に聞いたらスタッフが動物園とかにお電話をして、そうらしい、で聞いたってことなんで、ちゃんとバックデータをそうプロの人からいただいて作った質問なんだって。ピカコの何時間って答えたんでしょうね。動物園の人知ってんの？1時間ですとか言って勝手なこと言わないでみたいな。どこの動物園長みたいな。これ難しいな。一番睡眠時間が短い生き物、うん、いやピカちゃんが短いっていうのはもちろん存じ上げておりますが、動物、ライオンとネズミ、また大きいところと小さいところが来ましたけど、リスナーさんもう決まった？もうみんな。ライオンはサバンナとかにいるし、いや寝るときは寝るでしょ、ライオンくんも。そうか、でも体大きいから寝てられないんじゃないのっていうのもあるけどね。そうか、どうかな。
続いて立山道を立山方面へ向かわれる方にお知らせします。木更津ジャンクションから竹岡インターまでの区間で雨が降っています。続いて京葉道路及び立山道を東京方面へ向かわれる方にお知らせします。木更津ジャンクションから神奈川インターまでの区間で雨が降っています。ハイウェイラジオアクアトンネルよりお伝えしました。あなたに実装です。ネクスコ東日本、こちらはネクスコ東日本です。午後2時40分現在の道路交通情報をお知らせします。はじめに木更津方面へ走行中の方にお知らせします。木更津金田インターから木更津ジャンクションまでの区間で雨が降っています。続いて立山道を立山方面へ向かわれる方にお知らせします。木更津ジャンクションから竹岡インターまでの区間で雨が降っています。続いて京葉道路及び立山道を東京方面へ向かわれる方にお知らせします。木更津ジャンクションから神奈川インターまでの区間で雨が降っています。ハイウェイラジオアクアトンネルよりお伝えしました。あなたに実装です。ネクスコ東日本、こちらはネクスコ東日本です。午後2時40分現在の道路交通情報をお知らせします。はじめに木更津方面へ走行中の方にお知らせします。木更津金田インターから木更津ジャンクションまでの区間で雨が降っています。続いて立山道を立山方面へ、こちらはに湾岸線東行きの情報です。工事のため大井ジャンクションを先頭に大井南まで2キロほど渋滞しています。続いて11号台場線上り方向の情報です。千葉浦ジャンクションを先頭に2キロほど交通集中のため渋滞しています。続いて1号羽田線上り方向の情報です。工事のため大井ジャンクションで通行止めになっています。ハイウェイラジオアクアブリッジよりお伝えしました。あなたに実装です。ネクスコ東日本、こちらはネクスコ東日本です。午後2時45分現在の道路交通情報をお知らせします。はじめに湾岸線東行きの情報です。工事のため大井ジャンクションを先頭に東海ジャンクションまで2キロほど渋滞しています。続いて千葉線上り方向の情報です。千葉浦ジャンクションを先頭に2キロほど交通集中のため渋滞しています。続いて1号羽田線上り方向の情報です。工事のため大井ジャンクションで通行止めになっています。ハイウェイラジオアクアブリッジよりお伝えしました。あなたに実装です。ネクスコ東日本、こちらはネクスコ東日本です。午後2時45分現在の道路交通情報をお知らせします。はじめに湾岸線東行きの情報です。工事のため大井ジャンクションを先頭に東海ジャンクションまで2キロほど渋滞しています。続いて11号台場線上り方向の情報です。千葉浦ジャンクションを先頭に2キロほど交通集中のため渋滞しています。続いて1号羽田線上り方向の情報です。工事のため大井ジャンクションで通行止めになっています。ハイウェイラジオアクアブリッジよりお伝えしました。あなたに実装です。ネクスコ東日本、こちらはネクスコ東日本です。午後2時45分現在の道路交通情報をお知らせします。はじめに湾岸線東行きの情報です。工事のため大井ジャンクションを先頭に